ジェファーソン・ペレスとエクアドルの国旗。ジェファーソン・ペレスは、エクアドルの元競歩選手、元 20km 競歩世界記録保持者。記録も、さることながら、美しいフォームは、各国選手の手本とされ、歩く、世界遺産と呼ばれる。ペレスは1992年世界ジュニア、陸上選手権、男子1万 m 競歩で優勝し、世界の注目を浴びた。 1996年アトランタオリンピックにおいて男子2 0トル競歩で金メダルを獲得、競歩史上最年少の金メダリストとなる。この金メダルはオリンピックでエクアドルが獲得した初のメダルでもあった。2003年世界陸上選手権においてペレスが記録した1時間17分21秒は当時の男子2 0キロ競歩の世界最高タイムであり、 世界陸上選手権の大会記録となっている。2007年世界陸上選手権で世界陸上3連覇という異業を成し遂げた。なお、ペレスはワールドカップ競歩でも3連覇している。2008年北京オリンピック男子20キロ競歩でも銀メダルを獲得し、同年、ペレスは現役を引退した。オリンピックには5回も出場している。富士テレビ系列番組。 トリビアの泉、素晴らしき無駄知識に出演した。内容は以下、ありがとうございます。